では続きやっていきましょうか。バイオハザード4。せっかくね、動画ご視聴いただいてますんで、ぜひね、最後までご覧いただきながら、チャンネル登録ボタンとグッドボタンも押していただけたら嬉しいでゴンス。ということでね、今回チャプター5の2をやっていこうというふうに思っているんですが、まぁ、ちょっとね、2パートくらいに分けてやろうかなというところかな。口紅女。さあ、その口紅の上からあなたの唇を重ねて見せなさい、リオン。っていう、そんな気持ち悪いことはしないで、まあ、ちっぽりと進めてやっていきましょうか。まあ、ラジオ感覚でね、まあ、ド派手なアクションがあったりとか、スーパープレイとかが生まれるような、すごい、こう、バイオ4ではないんですけど、まあ、ラジオ感覚でね、まあ、ちょっとしたトークテーマなんかっていうのを思いつきでアドリブでやっていくっていう、そういうしっぽりとしたやつなんだけど、この口紅と、さっきのね、口紅が、なんか、一緒のデザインとかだったら、おい、運ゲーとかって、ね、そんなことはどうでもよくて。ほい、ドン。あぶれあぶれ、近い、あぶれあぶれあぶれ。ほい。ちょっと、危険因子は先に排除しておかなきゃいけないんだけど、二つとも頭が生えてくる。ここ2体発狂してくるんですよね。あ、遠い。よいしょ、カチャ。ゲイ。で、あとはもうこれで、あーでも、いっぱいか。頭いっぱいあるしな。ほんで、ここでガッツポーズするんかい。てか、早く、ちょっとあの、後ろのさ、飛び道具投げてくるやつ、本来は近接武器なのになぜか飛び道具として使ってくるあいつを倒したい。ほんで、お前はもうええっちゅうね。寝ろ。おやすみー。うん。あー、いったやっち、なに。くそ。んで、お前も、あれちょ待って、あれ発狂3体目。マジか。おのれ。発狂してるやつ、ドゥーン。ドゥーン。オッケー。ドゥーン。よし。じゃあ、これで、オッケーなので、とりあえずさっき、あえて取り損ねておいた、ショットガンの弾を拾って、次に進めていき、あれあ、ちょっと待って。あ、そっか、しまった。ハンドガンの弾拾ったからか。じゃあ、こいつはいらないから、チェンジ。The world. で、特に拾い忘れないって、ちょっと待って。足生えてんねん、扉から。2本3本。アシュリーは、まあそうだね。そっか、寄生虫はアシュリーに興味がないのね。いい女なんだけどな。これでも、ほっといたら寿命が尽きて消えてなくなるっていうのめんどくさいから行こうか。はい、おいで、ついておいで。てか、勝手に死んでくれてるし。よっしゃー、じゃあ、おう、下がバッチバッチしてる。あれでダメージを食らうことはないもんね。なんか普通はあれで感電して、なんか、ウェー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 ってなんかなりそうな気がするけど。さて、大事なところだったら、もっと真剣に守っとけ。おお、危ねえ、後ろピッキン危なっ。ちょっと待って、冬。あ、消える。ふい、キック。やばい。よし、オッケー。で、倒れてる間に、お前を始末。よし。ほんで、もう一体。重なってくれた。あざす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 。あ、しまった。ベリすればよかった。あはー、発狂。パパッパパッパッパ。くるりと。とりあえず。すごい、なんかライフル構えるの遅いが。これで終わりだね。よし、オッケー。で、おぉ。へぇ。マグナの弾が拾えるっていうのはまた、オツで面白いですね。じゃあ、ここにおとりを置いておいて、で、ほい。じゃあ、くるっと折り返って。来てる。二人はあっち行ってるから、こいつ近づいて、頭打ちたいところだけど無理だね。残念。奴らは、うん。ほい、ほい。ドテッタマに直接。鉛玉が食いたかい。そういいな。いいに直接ご馳走してやるよ。かっこいいよな。意外と、ルパン三世の声優チェンジの中で、浪川さんと大塚明夫さんが、まあ、次元と五右衛門を交代したことに関しては、その違和感がないというか、まあ、しっくりきてるじゃしっくりきてる。初めてその、なんだっけ、血の刻印っていう作品で、その、まあ、クリカンと、
小林さんだけが、その、残ってやってる、その他の、とっちゃんと、ごえもんと、峰富士子が変わっちゃったっていう作品を見たときに、まあ、富士子はもう完全に別富士子になってたよねっていう。どっちかって富士峰子みたいな。あ、見えた。見えた見えた、パンツ。さあ、二人で駆け落ちしようじゃないか。ついてこい。キャー、あそこお尻触らないき。そう。とっちゃんに関しては、完全にシリアスなキャラになっちゃったんだよね。だから別に山ちゃんが悪いってわけじゃないけど、山ちゃんととっちゃんが未だにそのキャラの一致が、もうかれこれ12年経つけど、13年か、経つけど、未だに合ってないんだよね。やっぱりその、間抜けっぷりがとっちゃんの特権というか、その、シリアスなキャラになるのって、ほんとごく稀な時だから、なんかそれが常に出ちゃってるっていうのが、今のとっちゃんは、ちょっと不発してる気がするんすよね。外れてるんすよね。おい。めっちゃ赤いじゃん。普通、あんな赤いの？おもろ。普通さ、甲冑ってなんか、その、冷え冷えなはずなのにさ、すごいあれだもんね。ほい。わあ、あれ、まあ当たってない、今の。当たってないね。背中を見せるでゴンス。ほい。オッケーオッケーオッケー。で、ラスト、背中を見せて。うい。青、下手くそ。下手くそっていうか、まあ今のは、多分当たらないだろうなと思って当たらなかったけど。オッケー。ブッシュ。こういうの見てもさ、キャーとも何とも言わない、このアシュリーの図太さよ。まあ、ゲームの使用上そこまで入れることは難しかったのかもしんないけどさ、普通に考えたら目の前でさ、上半身が急に膨らみ上がって、ほんでブシュって飛んでいくって、飛び散っていくっていう姿見たら、もうトラウマで飯も喉も通らねえっていう、飯も飲み物も喉が通らねえっていう、そんな気になっちゃったりするけどね。よし。拾って。で、もう一体。このね、微妙にさ、この首が斜め向いてるっていうのも結構その恐怖を煽る歩き方になってるよね。そこら辺のその演出が結構バイオハザードの、っていうかカプコンさんのスタッフのね、上手なところなんじゃないかなって勝手に思うけど。オッケー。よし。弾はね、余ってるんでね、ジャブジャブ使っていきましょう。まだ何せ、装填数、装填含めて、これ何ぼ ?60 発以上あるもんな。よし、オッケー。で、拾って、この次が、あ、そっか。この次あれだ。なんか、よくわからない。鉄球を振り下ろすところか。あの仕組みもよくわかんないよね。そもそも、あの鉄球がなんであの真ん中に、ど真ん中にあるのかっていうことも不明だし、それを使わないと使わないといけない状況にある、あの謎の、こう、壁に阻まれた扉もなんだろうっていう感じだしね。あら、走っといて、走っといて。おら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 。甘いわ。腕？頭。よし、オッケー。これアイテムあったっけ？特にアイテムはなさげだね。大丈夫だね。よし、行こう。拾って、壊して、壊して、ショッター、オッケー。ここがね、まあ、アシュリーをおとりにしておいて、で、レオンがしこしこと作業を繰り返していくという、まあ、そういう作戦になってるのかなと。でも普通に考えたらアシュリーって結構優秀だよね。なんかこう、しれっとこう、あそこに何かがあるわとかさ、この先もあるけどさ、の運転してくれたりとか、サポート力としては抜群なんだよね。まあ、おとり力が強すぎるから、そのサポートを無にするぶない。無にするくらいのあれかもしんないけど。こいつ硬くない？危ない危ない。もう一丁。あ、痛い痛い痛い。え、あ、一撃かー。前回パートに引き続き、まためちゃくちゃしょうもないとこで死んでもうた。くっそ、腹立つ、腹立つのに。巨人の監督、後ろの蛍光灯が光って、ほんで、さっきお前出てきてなかったやないか。何？あれか、さっき4発つこたから、今回も4発じゃないとあかんって言って、わざわざそうさせたってか？
常に余計なお世話ですね。うん。まあ、ええわ。よし、ドン。もう一丁、降ります。オッケー。ほんで、拾って、そうっすね。できてるよね。今、来とったな。ほい。で、これがまたね、敵が結構ね、あの巨体のやつあるやねんな。アシュリーをさらおうとするんじゃなくて、思いっきり殺そうとしてるけどな。それ大丈夫なの？サドラーの命令に従えてないことになってるけど、それ大丈夫？で、近い近い。んで、アシュリーがおとりになってくれている間に操作しといて、ほい。で、また戻って、あ、上に、上から飛ぶ。めんどくさい。ああ、ほんま、甲冑アーマー。あ、痛い！甲冑アーマー。やめ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 。ほい。んで、これしといてからの、捨てへんで。組み合わせやで。で、体力アップ。オッケー。とりあえず。ああ、間違えた。拾いたかったのに蹴ったあかん。いらんことしいの。落ちいの。ドゥン。どっかのエルフィガントと同じ感じ。よし、ラスト。じゃあ、なんでいいよ、さ。よし。オッケー。3発目で倒せるというご都合主義。じゃあ、行こうか。よし。開ける。え、アシュリー、早く。捕まってるし。なんでそんなわざわざ遠回りしてん、ぐるっと。おお。後ろから、とんでもない奴らがついてきました。私の心です。で、操作しておいて、こいつをおとりに、倒す。まあ別におとりする場でもないんやけどな。まあなんかこう、面白いやん、攻撃されてんの見るの。ちょ、待って、全然、あ、ちょ、待って、ほんまに当たらへん。マジで。これ、シンプル、え、ほんまに当たらへんやん。シンプルに体力オーバーで倒すやつじゃん、これ。ですよね。後ろにもう一個あったもんね。ごめんなさい。すいません。そう、まさかそうなるとは思わへんかったな。開けれないんかーい。ここは開くんかーい。焼夷弾。まあ、速攻性がある分、まだなんかこう、手榴弾よりは使いやすいし、まあ、多少のダメージ力はあるからな。まだマシなんかな。あとはやっぱ使いやすいのと、使いやすいというか、ダメージ考えるとやっぱり手榴弾なんかなと思ったりするけど。んで、ここに待機させといて、奴が襲ってくるから、まあちょっと二人でキャッキャウフフ、激しいエッチをしといてもらう間に僕は次に進むためのやり取りをしておきます。オッケー。どうしようかな。次回パートどのくらいの長さになるか分かれへんけど、とりあえず、まあ、霧のいいところまで来たんで、次に進む前に、ちょっと一旦ここで区切りにしていきたいと思いますね。わぁ、もう完全なる、もう DV ヨットのやり口になってるよね、これね。あーはーん、こっち向いて。ういー、ありがとう。また、ほんまに下手くそやな。ほんまに下手くそ、動くなっちゅうねん。こいつ無視してもええかもしれへんねんけどなぁ。まあ、遊んでください。そうか、でも、アシュリーがいないとあかんから、横向きの、意外とこのあれなんかなぁ、その、寄生虫がこう、サーモスコープ見えてるからあれかもしれへんけど、こう、意外と短いというか、これサーモスコープない状態でもピンポイントで当たったら、やっぱり、ニューンとか言うんかなぁ。わからへんなぁ。そこら辺。まあ、ちょっと試してみる価値あるかもしれへんけど。はい。じゃあ、ここを開けたところで、よし、じゃあ、この横にね、一旦セーブするポイントがありますんで、そこでセーブして、まあ、次の準備を整えてね、終わりにしたいというふうに思います。OK。いいね。よし。じゃあ、次回、まあ、ちょっとアシュリーが大活躍するシーンをお見せすることができると思いますね。そのシーンを見るのが今からシコシコ楽しみですよと、シコシコしながら待ってるよという方ね、ぜひチャンネル登録ボタンでグッドボタンを押していただけたら嬉しいでございます。組み合わせておいたアイテムスペースは、そうなんだ、サムスコープが3マスっていうのは中途半端なんだよね。
よし。じゃあね、このあたりで終了とさせていただきたいというふうに思います。ではまた次回パートお会いしましょう。明日また動画上げますんでね、ぜひご覧ください。ではまた、お疲れ様でした。バイバイ。